皆さんこんにちは、大河桜です。そして、アグノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、アディショナルカード入りまして、はい、アグノさん作ってきてくれたデッキはこちらです。自然ドラゴン。はい。ですよ。自然ドラゴンというカード何ですか、はい、こちらです。DJ ドラゴン。きたー。我がファミツアップで紹介したカードですよ。はい。このダークジェルドラゴン。いや、まあ、前評価、まあ、我ら高かったですけど。はい。僕めちゃくちゃに褒めてたと思うんですけど、その通りです。最強。高い。はい。高い。そのまんま。なるほど。3コス4点疾走すごいっすわ。すごいよね。うん。リーサルラインがもうなんか一気に一旦速くなったぐらいの感覚で、もうこれを手札に溜め込んでおけばね、神職もしくは祈りと合わせてものすごい打点出ますし、あと普通にこの潜伏。はい、覚醒前に普通に潜伏で置いとくのだけでも全然サンコストのカードとしては打点伸びるので、かなりやっぱ前寄せのドラゴンにね超合ってるなって感じしますね。はあ、でも自然ドラゴンとも相性ぴったりと、はい、相性ぴったりです。そうなんですよね。ナテラを、なんかこれってなんか自然ドラには入んないじゃないみたいな、っていうのも結構コメントあったんですけど、むしろこの自然ドラゴンってナテラ回して打点稼ぐデッキで、でナテラって 1コスト1点なんですよね、でこのカードは3コストで4点なんで、ナテラ回すよりこれで最後決める方がいいんですよ。確かに。なんなら確かに。だから自然ドラにもむしろ全然入る。最後の詰めに関してはこれを使った方が打点伸びるってわけですね。なのでなんか中盤のテンポで出すっていうよりかは、最終局面でハンドに溜めといて打つみたいな感じですかね。もう最後の最後、でそしたらもうデメリットなしですもんね。はい、そう、デメリットがマジで気になったことないです今のところ。ちょっと最低値マイナス1って結構痛いなみたいな思うかもしれないですけど、基本的に最終ターンぐらいしか打たないですし、最後のターンの1個手前のターンでも次のターンはもう侵食の打点が溜まってるみたいなこと多いんで、まあ、全然気にならないこのデメリット。おー、強いだけ。最強。ありがとうございます。はい、そしてね、あとプリンセスナイトがドラゴンにめちゃ強いんじゃないかみたいな、ブーストするデッキでユニオンバーストをね早めたら最強なんじゃないかっていうね話がね実装前は多かったんですけど、使ってみたら微妙でした。微妙、なんか自然ドラにはなんか微妙でしたね。あ、まあ、ファンファーレがね意外と多いんですよこのデッキ。まあ大体そうですよね。そうユニオンバースト絞れるデッキとかだったらいいと思うんですけど、あんま絞れなくて、素でまずユニオンバースト引いてこないといけないから、そのプリンセスナイトのサーチもブレますし、で祈りも結構早めにユニオンバースト起動したとしてもそれだけで勝つことは少ないんで、確かに最後にあればいいんですよね。そうですね。ということで抜きました全部。なるほど。はい、あれはまあどっちかというと、はい、やっぱロイヤルとかの方が強いのかね。ユニオンバーストはもっといっぱいあって、まあ、そのサーチ先絞れるみたいな感じのデッキにはいいと思うんですけどね。そう、あとカヤがねやっぱ僕はあんまり強いと思わないんで。強いじゃん。未だに。はい。6ユニオンバースト6カヤが強いって思う人はありかもしれないです。いやでもまあカヤ走る頃にはダークジルドラゴンも走りますからね。こっちが強い。もう関係ないよ。もうバーン参考になって。素晴らしい。そうなんですよ。はい。じゃあ使ってみましょうか。行きましょう。はい。さあということでロイヤル。ロイヤル来ました。はい。なんかやっぱドラゴンもドラゴン普通にめっちゃ強くないですか。普通に強いです。やっぱ強化されたっていうよりかは立ち位置がいいですよね。やっぱ自然エルフとかエルフコンエルに有利なのが。はい。でかい。コンウェルにも有利だし、このロイヤルも結構アディショナルでコントロール寄りになったんですよ、進化ロイが。なのでこっちのバイディの方が削り早いみたいなことも多いですし、コントロールデッキに対して全般強いっていうのがドラゴンの立ち位置めっちゃいいですね。今バンパイアも流行ってるしね。バンパイアもほぼ格勝ち、立ち位置めっちゃいいわ。ちゃんないんだな。バイディさえ引ければ、はい、活躍みたいなマッチが多いですね。そうです。リオード出てこい。リオードも貴族で結構評価されたんで、はい、ちょっとやめてください。あ、安心。よかったよかった。こちら。マリオンか。ちょっとリソース使いたいかな、このマリオンは。ドローで。結構今のところ激しいですね。リソース不足が深刻。もう、ケージョルチューク。
とバイディがないとお姉ちゃん剣士がやばお姉ちゃんおい、これあんなに進化で使いたいというかもう全部全部みたいな祈り置き、祈り置きマジであるな。いや祈り置いてもお姉ちゃん取れねえんだよな。そうですね、きつ、とても厳しいです。でも厳しいな、うん、なんかバイディさん引いてしまえばね。そうなんですよ、うん、懐かしき故郷よ。お姉ちゃん剣士スリーブだからな、さすがに持ってるだろうな。あ、いない。スリーブに行ったんですね、お姉ちゃんアンリエットですね、うん。あ、しかし4号が重い。 DJ DJ 取れるが、まず案内に進化からドローみたいところ。白くなるのこの案内に。顔青、髪の毛が白は青になりますね。あ、いいじゃん。相手は取れないと。 DJ 置いとこうかな、暇だし。 DJ ならお姉ちゃん剣士返せる、うん、こいつ置いとけば。ディオの DJ が、そしてあいつが結構厄介ですね。お、ティラノか。これで一応取れる、取れるっちゃ取れる。バイディ引きたいな。どう取ろうかな。いや進化切れないっすね。これこれで取りますか。しぶ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 銀龍の剣。バイディに進化残しておかないと渋い。もっとゆったりなゲームになればね、うんうん、全然ドラゴン部はあるんですけど、言うて中盤の面も普通に強いんだよな。進化ロイコントロールって言いつつも、そうですね、それがね強いとこっすね。今の進化ロイ全然強いんだ中盤。じゃあソロヨロバイディやばい、普通に強い。おしゃれの翼をあげちゃうわ。もう回すしかない。ドロしときたいな。ティラノサウルス引けば、残念。胸に灯る輝きよ、残念。その思いと束ねましょう。もう次は二乗り起動するんで、うんうんうん、細々したものどもだけくればまだまだドカーンって来ないでほしいですね。ドギャーン、ドガーン。アンゲットすればサーチしてたわ。強い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 って。さあ強いぞ。トモモがやばい。お呼びですかい。便利つなぐれ、便利つなぐれ。ガリュウ。ヤンズダメだ。まあ一応祈り投げで耐えてんのか。まあまあまだ一切、うん、猛虎が、うん、だからもうまだ起動しないかもしれないです。祈りは投げるんですけど、
速攻かな。あ、ニエットでけえ。これ顔一点入んないのもうぜえ。ケインですが取れねえんだよ。おっと、近づきすぎたかな。よし、とてもまだある、まだあるよ、とてもあるよ、強いよ、すげえ強い、殴れ、ペニス殴れ、おお。しかしまだ耐えてる、まだまだ狩りで耐えてる、まだあるぞ希望は。これぞまさしく天下よく偉い、天下無敵、天下がいい、戦慄はずっといいぞ、よし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 、狩りが強い、狩りが困れ困れ、一緒に戦おう、もう困ってる、お姉ちゃん剣士、いや、それはやばいよ。フニカル。フニカルもちょっと強いぞ。フニカルは、頼む、イカジュに当たってくれ。バカ、あったすぎ、それは。本当にバカ。一応、祈りで全処理はできる。ノリプラス守護までつけるかって感じですかね。つけようかな。炎と爪は引っ込めてくれ。見るがいい。ようやくプテラ。祈りの盾が入る。バイディーもう山16枚しかないですね。山下16枚。ゼウスでしょ、どうせ知ってるよ、知ってる知ってる、もうゼウス来るのか、やめてよ、守護は貫通しないで、失踪つくな、じゃあやばいやばいやばい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ロイヤルです、勝ちます、先行です、マナタクセンプテラ、マナタクセンプテラ、マナタクセン、おー、マナ、いや、キープしないですおー、なんかさっきから金色のカードばっか引きますね、金色がね、多いですね、このデッキ、うん、マナタクセン、プテラ、いける、まだいける、影三つはやめてください、影三つはやめてください、はい、タクセン、おお、来た、マナタクセン来た、チャンス来たぞ、俺は山上からします、我は軍師なんだっけ、プテラヨロ、あばいいか、悪くないな、出しちゃう、鍵水でも取られちゃうんですよね、ああ確かに、我慢、我慢ならない人、俺はめちゃくちゃいいスタート踏んでるぞ、そう、あんな人も女子だしマウント取れてるよ、うんうんうん、ちゃんとね、これあとアンリエットスリーブなんですよ、これ、うん、ちょっと変えました、太もも、みんな太ももでね、太ももがやばい、マジでおかげです、太ももしか見えないもん、このカード今まで顔見たことないですから俺思い出すね、アンリエット布団しか見えないし、ここからスリーブだと、悪魔の暴れ、マジで謎っすね、このカード、はいはい、お、DJ ミセプセ暇つぶし、お姉ちゃんで踏まれないから、いいね、しかも影光もケア、うん、偉い、完璧、お姉ちゃんで来たら相手取って3人で取れる、完璧な DJ でした、これはナイス DJ、ナイス DJ、 いやナイス DJ、 ナイス DJ ですね、は
流行りのチューンばっかかけてる DJ とは違いますね。進化しない。影とはすぐそこにあるの。いいよ。熱よ、嘘よ。あいにく加減は苦手でな。侵食だな。呪いを見せようか。お姉ちゃんなのに。いいよ、いい点、いい点。めっちゃいい感じじゃん。めっちゃいい感じよ。まあ、動画ね、ちょっと使うか分かんないですけど、さっきからね、ロイヤルにタコられてるんですよ。ロイヤルに負けすぎてね、腹が立ってるんで、ここら辺で倒します。倒しましょう。次はピテラ。一緒に戦おう。ブラキャプトル、プリンセスナイト。うん、行くぞ。ケンブ、剣舞か、確かに。ちょっとやったな。体力4。よしよしよし。おお、し。いける。もう出ない。ダークジェイドドラゴンな。ダークジェイドドラゴン。ダークジェイドドラゴン。おっ、来た。うん。これがナテラを回していきたいですね、もうこうなったら。三人来た。新カフェ。新カフェはステイ。ステイ。イアンの時の。そうですね。あとはもう新色の打点貯めつつ受けていけばいいかなって感じなんで。ダークジルドラゴンかっけー。生かしてんすよこのカード。ユニオンバース6。マジ進化2も余ってるけど、早すぎない？すごいな、やっぱり。めちゃくちゃ早いですよね。やだ、予算オーバー。おー、偉い。めっちゃいいわ、それ。進めていくよ。大勝利。ほら、白くなった。買おうかな、案内に。案内にまで買い得。女の子の方がいいもんだって。ああ、買おうかな。高いじゃん。腰くで2万円しますからね。全部でね。全部で。プレミアム案内には1万5000円だからね。あ、そっか。そう。でも買い得です。絶対使いますもん、ずっと。確かに。おー、やったー。ありがとうございます。そういうことで、ヴァンパイア。ヴァンパイア貸し方ですか。昆布なら恐らく昆布でしょう。プテラ、ノリはいらないな。たくさんプテラ、うんうん、マナで勝ちです。イリアスキンいいな。いいですね、イリアスキン、うん、買おうかな。バーミリオンバイト、マナー、マリオンは取っとこうかな。こんなに前目に攻める必要はない。バイディさん引ければ、はい、かなり熱いマッチと。あー、バイディー、バーディー、作戦強い。ちょっと強い。いい感じですね。なんてら。バッハディ。バディ出しあるな。バディ取れんのかな。行こう。外にある。バディ取れんのか。取れない説はある。ユズキぐらい。ああ。
鈴吉、まあ進化フェチしたかったな。しかった。おお。急速ペテラか。角だな。急速ペテラかな。と、コストのくっつき的に。ちょっとナテラも拾ってきましたね。いい感じ。めっちゃええやん。俺が獣だ。獣が俺だ。二点強。フラロス。おお。ドソロ？どうしようかな。てかマリオンからダークジルドラゴン持ってきたら5点になるのか。強いな。それなんですよ。欲しい。バイティ進化。新色マリオンかな。カモン。ダークジルドラゴンカモン。ダークジルドラゴンカモン。悪くない。悪くないですね。どこにあるの？よし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 。新色1点。この1点がね、効きますから。響く。ほら、復讐入らない。復讐調整。いいよ。でも俺、こっからミセ君に負けたから気をつけて。確かに。やばいよ。この前の動画でね、ヴァンパイア対ドラゴン、ドラゴン勝ち格かと思いきや、こっから負けだから、ニセセの超回復により前世で負けるっていうのがありましたね。アーザーゼル来た。デジャブなんだけど。デジャブってるよこれ。デジャブってるけど、やっぱりこのダークジルドラゴンもありますから。そうだ。そこが違うところ、3点がね、あるんですよ、デッキに。そうだそうだ。ティラのティラの微妙だな、微妙だけどナテラ回したいな。これ三点にはしておきたい。うん。三。と祈りが2枚あって、イアンもあると、意外とね、打点が決まりますよ、このハンドは。祈りは八。指。九ですね。で、まあ、進化が2個余って。てるから次の次のターンかな。そっかそっか、今6ターン目なのかこれ。 8T 起動ですね。何してくるんですかね。バーミリオンバイトしてくるんですかね。ああ、そっか、次のターンでもいけますね。と7ターン目になるから、何ためになるからいけなくない？次、回ってきて返して次。そうですね。それが獣だ。獣が俺だ。お？お？あれそんなに？あ、三点回復。ん？こいつ三回復ですね。そうだ。実は。タグですね。ドローみたいな。DJ 勝ったか。勝ったわ。え？サンサンイアンか。勝ってる。おー。DJ ナイス DJ 素晴らしい。
これね、やっぱ刻めんの偉いな。ナイス DJ。 DJ なんだな、このゲーム。いいっすよ、ありがとうございました。ということで、ダークジェルドラゴン、視線ドラゴン、はい、最強。どうですか。いや、マジで最強っす。ナイス DJ でしょ。はい、ジュク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 って感じで。そういう感じです。はい、飛んでくんで。はい、はい、これをちょっと俺も使いたいと思います。はい、はい、また今までね、ちょっとダークジャンルも好きだったんで。確かに、はい、DJ が再臨ですね、これは。 DJ 再臨したんで、はい、こちらも使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。